学南電車学南線。学南線は、静岡県富士市内の吉原駅と学南への駅とを結ぶ学南電車の鉄道路線である。2013年、平成25年3月までは、学南鉄道によって運営されていたが、貨物輸送の廃止に伴う収益悪化を背景に、同年4月より、学南鉄道の鉄道部門が、学南電車として分社化された。 学南電車線とも称されるほか、学南電車移管後も学南鉄道線と称されることがある。旅客列車は、全列車各駅停車で、吉原駅学南へのお駅間の直通運転である。途中の学南富士岡駅の構内に車庫と研修設備がある。途中駅発着の区間列車は設定されていない。完全なパターンダイヤは採用されていないが、旅客列車は、 基本的に20から30分間隔で運行されている。途中の本吉原駅、学南原田駅、日な駅、学南富士岡駅いずれかで列車交換するが、吉原駅での JR 東海道線との接続を考慮しているためか時間帯により交換駅は変動する。学南江ノ駅発の始発は6時10分、吉原駅発の最終は22時25分、平日である。 下り吉原駅発の終電車は平日と土曜、休日で時刻が異なる。朝や夕方などの通勤、帰宅時間帯は通常学内へ農駅にて、留置されている2両固定編成の8000系電車が運用され、それ以外の時間帯は、単行、1両編成の7000系電車のみが使用される。8000型が運用されている間は7000型は学内へ農駅に留置され、 夜間は3編成ある7000系のうち1編成と8000型は学南江ノ駅に2編成目の7000型は吉原駅に留置されるもう1編成の7000型は学南富士岡駅にて留置されており稼働中の2編成のどちらかが定期検査などで動けない時に運行され運転士の研修にも利用されるなお定期検査が生じた時の車両交換のため日中に 学南富士岡駅学南への駅間に一往復の不定期回送列車が設定されている。なお、7000系のうち7002と7003の2両は総括連結運転ができるようになっており、吉原祇園祭や美写門天体祭などの多客時には連結して運転されたこともある。7000系の総括運転時の画像が2012年度安全報告書の1ページ目に掲載されている。 1970年代までは定期列車の他に工場勤務者のための臨時増発列車が多数運転され、吉原駅学南富士岡駅間、吉原駅鈴駅間での区間運転の設定もあった。また、2012年3月16日まで貨物列車が運行されていた。貨物列車廃止直前のダイヤでは、吉原駅ひな駅間に1日4往復の貨物列車が設定されていた。 基本的に有害者のみで編成されていたが、少ないながら、コンテナ車が連結される列車があった。2014年7月に、鉄道本体としては初めて、日本夜景遺産に認定され、現在では8000系2両編成のうち、全1両は、通常通り照明をつけて運行し、後ろの1両の照明を消して走る、夜景電車が運行されいる。 この夜景電車は2015年6月からは、毎月第4金曜日、または土曜日に運転され、普通乗車券、定期券、回数券、フリー乗車券のみで利用できる。また、当初は1往復のみの運転だったが、公表により2015年12月よりに往復に増便された。2016年4月より、第3金曜日、または第3土曜日にも学内への置吉原駅間に、 一往復の工場や軽電車の運行開始された。沿線には工場が立ち並び、最盛期には99.9万トン、1969年の貨物輸送量があった。その後、トラック輸送への転換が進み、14万トン、1999年にまで落ち込んで、1991年以降は旅客収入が貨物収入を上回っている。 その旅客収入も最盛期の6分の1まで落ち込んでいる。学難線の近年の輸送実績を過表に記す。輸送量は激減しているが、最近では減少幅が小さくなっている。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。学難線の近年の収入実績を過表に記す。収入総合計画は年々減少している。表中、収入の単位は千円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。学難線の近年の営業成績を過表に記す。表中、収入の単位は千円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。 鉄道統計年報、国土交通省鉄道局監修より抜粋。吉原は東海道の宿場町であったが、東海道本線は町の近くを通らず、町外れに鈴川駅、現吉原駅が設置されただけであった。戦後になって鈴川駅と吉原の中心部とを結ぶ鉄道として開業した。鈴川旧左富士信号所管は、 戦前に付設された、日産重工業、現日産自動車の専用鉄道を利用した。第二期工事として、旧左富士信号所付近から、国鉄の三延線入山瀬駅までを結ぶ案、学南へ農駅から、沼津方面への延伸も計画されていたが、資金難で中止され、事業免許も後に失効した。貨物輸送全盛期には、引っ込め線や専用線の総延長が、 本線の総延長を上回っていたという逸話もある。しかしながら、2011年1月に日本貨物鉄道 JR 貨物の合理化により2012年春以降の貨物輸送の止めが通告され、そして2012年3月16日限りで学南鉄道を支えていた貨物列車の運行を終了し、貨物の取り扱いを廃止した。これを受けて学南鉄道は、 2011年12月16日に、富士市公共交通協議会に対して、貨物列車の運行の終了による再三の悪化から、今後の運行継続が困難であるとの申し出を行った。これに対して、富士市の鈴木直市長は2012年8月3日の午前中に行われた定例会見で2014年度までの公的支援を行うことを表明した。同年度以降については、 収支改善の見通しや利用状況、市民の意見などから総合的に判断するとされた。学南鉄道は、その後、2013年4月1日より、鉄道路線の運営を、子会社の学南電車株式会社に移管している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。